階段アミーゴ。ジローさんのお話聞きたい。いや、僕もう無理です。いや、ちょっと最後に1話だけよろしいでしょうか。ありがとうございます。人形の話。はい。人形の話。はい、人形の話やってます。やっぱりね、稲川さんって引き人形じゃないですか。はいはい、僕人形ネタ大好きなんですよ。はい、最近ですね、聞いた人形の話なんですけど、はい、その方が15、6年前に体験してました、はい、まだ大学出てすぐ就職して3年目ぐらいかな。やっと忙しい国もね終わって、なんか余裕が出たんですよ、3年目から、はい、で安いアパートに住んでたんですよ、その方ずっとね。ある日ですね、まあそのアパートといってもその6、さっき言ったみたいさっきの感じで6畳と4畳があって風呂通りがついてて、まあ、そんな感じのアパートですよ、はいはい、でこう6畳の部屋で布団敷いて寝るんですけどね、寝てたらですね、金縛り、体動かない、悲しみ、うん、って思ってたら足元に人が立ってるんですよ。その時初めて悲しみになって、初めて幽霊見たんですよ。絶対幽霊なんですよ、一人暮らしだから、はい、立ってるわけないから。でも真っ暗な部屋なんですよ、それ電気消してないんですよ。だけど女性と分かったんですよ、真っ暗で立ってるのに女性と分かった。え、その女性はちょっと上を向いてポカッとちょっと口を開けた感じでちょっと上を向いてるんですよ。で彼のこと、足元に立ってるのに彼を全く見てない、全く無視なんですよ。でちょっと天井見たら、ちょっと口開けて、え、髪の毛の長い、顔までは分からないのに、でも口が開いてて、なんかね引っかかるものがあった。怖いんだけどなんか引っかかるものがあったんです。でふっと思ったらいきなりその女子がスッて感じで消えたっていうよりも死んだみたいな感じでスルスルスルって横に布団を入れてる押し入れがあったんですけど、そこにスッと入ってたんですよ。まず押し入れのこう閉めてますよ、こうやってスルッと入ってた。え、電気つけた、めっちゃ怖いんですよね。その家は怖くて怖くてしょうがないから、そのまま電気つけっぱなしで朝まで持って会社行ったんですよ。でもなんかね怖いよりもなんか引っかかるんですよ、その女の人。えでその日ね、本当は帰りたくなかったんですよ。友達のところで泊まりたかったんだけど、そういうわけにはいかない、次の仕事があるから。なんか嫌だなと思ったんで家に戻ってきて、まあ、電気つけて、ね、寝たら幽霊出へんと思って、根拠ないですよ。そんな気がしたから電気つけっぱなしでこうやって寝たんですよね。やっぱ怖いから寝つけないんですよ。で怖いもん、そんな出たらまだ出る可能性あるから。だってさ、そいつがさ、お尻入ったわけですよ、スルスル布団入れてるね、そこにいる可能性が、怖くて開けてないんですよ、布団を出しっぱなしで。本当は布団畳んでそこ入れるんだけど怖かったから、どうしようかなって。だん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 夜だと怖いんですよね。で1時になって2時になって眠れないんですよ、どうする、でも電気つけてるしなと思って、いつの間にか寝てしまったんですね。気づいたら寝てたんですよ。ふっと目覚めたら悲しみなんですよ。部屋真っ暗なんですよ、電気つけてたのに真っ暗なんですよ。うわーすごい怖いと思ったら足元に立ってるんですよ、その女。その中立ってて、またちょっと上向いて口開けて、こうやって真っ暗ですよ。でさっき言ったように何か気になることあったから、ずっとその女見てたんですよ、顔。何か気になるから怖いけど分かったんですよ、涼子なんですよ、涼子って分かったんですよ。その途端そいつがビルビルビルってまた縮まったから、シュッてまた布団入れてるとこ入ってたんですよ。ああ涼子やと思って起き上がって電気つけたんですよ。涼子っていうのは盛りが大学卒業して働いて初めて買ったダッチワイフ。そのダッチワイフが立ってたんですよ、びっくりして、うわーと思ってガッと開けてみたら箱あって、その箱開けた、涼子が折りたたんで入ってたんですよ。上向いて口開いてるんですよ。これやばい、これやばいと思って捨てようと思ったんだけど、よく話して捨てると戻ってくる可能性があるじゃないですか、また涼子がめっちゃ怖いじゃないですか。だからもうそれどうしようと思って、朝まで起きててすぐ電話して、だからね引き取ってくれる神社あったんですよ。でも立ち会うと言われへんから、人形があるんですけど引き取ってくださいって言ったら、いやうち1年1回しか言ってないんで、あの正月やったらやるんで、あと半年待ってくれって言われて、嫌じゃないですか。そんなこと言われても、だって涼子出てきたんですよ、俺のこと思い出してくれ、私のこと思い出してくれって言って、まあ確かにダッチワイフでも人形ですよ、死ぬ方知ってますよ、魂が入ってもおかしくないわけですよ。ね、どうしたかと思って
から思ったんですよ。これじゃ怖いと思って、一応箱に、そのまま箱に入れて、1万円入れて、ね、涼子よろしくって書いて、そのまま車で行って、神社にポンと置いてそれから、涼子は成仏したので、出なかったって言ってました。じゃあ最後あの思い出しました。わ、よかった今のが最後になると思った。よかった。ちょっと